脳を活性化するために注目されている食品があります。健康に良い油として人気が高まっている食用油、エゴマ油です。エゴマ油はなぜ脳の働きに役立つのか、毎日の食生活でどのように摂ればよいのか、バランスの良い油の摂り方とは。マンスリー特集、健やかな脳を作る。今夜は脳の働きを良くする賢い油との付き合い方を紹介します。健康のために摂りすぎを気にする人が多い油。しかし脳の健康を保つために油は必要なものです。それはなぜなのでしょうか。脳と油の関係を研究する森口教授に聞きました。実は脳組織というのは水分を除くとその 65% が油でできていると言われています。脳の中で油が多く含まれているのは神経細胞です。神経細胞の細胞膜はほとんどが脂質、つまり油で作られています。必要な脂質がバランスよく細胞膜にあると神経細胞が柔らかくなり、伝達物質が効率よく伝わるようになります。そのために欠かせないのが油の主な成分である脂肪酸の一種 DHA です。神経細胞がの膜が柔らかければ伝達が効率よく進むんですけども、膜が硬くなっちゃいますと、効率がうまくいかない。一つのことを覚えるのにも時間がかかったり、ちょっとしたストレスでもすごく大きなダメージを受けてしまうだとか、本来の脳の機能っていうのが落ちてしまうということですね。 DHA は体で作ることができず、食品から取る必要があるため必須脂肪酸と呼ばれます。DHA を多く含む食品が魚です。特にサバやイワシ、マグロやカツオなどの青魚には DHA が多く含まれ、脳の働きを高める役割を果たします。ところが国の調査によると、食生活の変化で魚より肉を食べる人が多くなっています。現在の食生活では脳に必要な DHA が足りないというのです。そこで注目されているのが DHA と同じ仲間の必須脂肪酸を多く含むエゴマ油です。エゴマはシソ科の植物です。2ミリ程度の種子から油を絞ります。エゴマ油にはアルファリノレン酸という脂肪酸が多く含まれています。それが体の中で脳の働きを高める DHA に変化するのです。では食生活でどのようにエゴマ油を摂ればよいのか、それを知るために東京浅草橋にある油専門店を訪れました。金田油店は明治3年創業の老舗の油屋。エゴマ油の摂り方のポイントを店長に聞きました。基本的にはあんまり加熱をしてしまうと酸化するので、揚げ物とかではなくって生でそのままかけたり和えたり混ぜたりするものにお使いいただければと思います。
エゴマ油に熱を加えると脳を活性化するアルファリノレン酸が壊れます。このため炒める揚げるなどの調理には使わずそのまま摂るのがポイントです。かける和えるで摂る。国が示した目安をエゴマ油で換算すると1日に必要な量は小さじ1杯およそ4グラムです。エゴマ油は香りも味も癖がありません。塩や酢とともにドレッシングにして手軽に摂ることができます。料理の味を変えないので味噌汁に加えてもよし。熱いものに加える程度ならそれほど変質しません。ジャムと混ぜればトーストにも合います。今の季節ならカツオのたたきにかければ魚とエゴマ油の両方から DHA が取れる一品に。またアイスクリームにかけると脂肪分が増してコクのある高級品の味に。日常の食事にちょっと加えるだけで必要な量を摂ることができます。エゴマ油を効果的に摂るために気をつけておきたいポイントがあります。それは大豆油やコーン油など一般の食用油を摂りすぎないことです。こうした油にも体に必要な別の必須脂肪酸が含まれていますが DHA に代わるアルファリノレン酸の働きを弱める作用があります。脳を活性化させるエゴマ油の効果を打ち消してしまう恐れがあるのです。そのため調理に使う油だけでなく加工食品に含まれている油も含め摂り方のバランスに気をつけることが大切だといいます。脳の働きを活性化する油。油の知識を持って脳の健康に良い生活習慣を始めてみませんか。金田油店は総武線浅草橋駅から徒歩3分、営業時間はご覧の通りです。